はい、ということでここは中央本線のね上諏訪駅でございますけれども、今からですね、あずさ25号に乗って、でそこからですね松本駅から、そのまま快速列車になるですね E257 系の、特急列車に乗って長野までね、松本から快速になりますけど長野まで、そのまま乗っていける列車なので乗っていこうと思いますけども、今回はですね、あえてね指定席じゃなくてねこれ自由席で、乗るんですよね。中央線の特急はですねこういう風に、全席指定席となりますので、中央線のねあの特急のあずさと、かえじのね、自由席はなくなって全席指定となります。でスーパーあずさが、なくなってしまうのでこれはね今しかできない体験なんですよね。多分動画を上げる頃にはもう多分ねダイヤ改正5になってると思うので、多分体験はもうできないとは思いますけどね、もう最後、もうおよそあと半月ですね、まあ体験できることなのでね、最後の最後で、中央線の自由席をね体験しようと思います。中央線のね特急として257系に乗れるのもね多分これで最後になりそうですね。塩尻の到着ホームは2番線、お出口は右側です。お乗り換えのご案内いたします。この列車は塩尻を出ますと、次は終点の松本です。通過をいたします。広岡、村井、平田、南松本の各駅をご利用のお客様、普通列車の松本行きは4番線から19時43分です。お乗り換え時間が短くなっております。スムーズなお乗り換えにご協力をお願いいたします。代わりまして中央線奈良井薮原方面各駅に停車をいたします。普通列車の上松行き5番線から19時45分です。中津川多治見方面特急信濃26号名古屋駅は5番線から20時41分です。小野信濃川島へと参ります。普通列車の多治見行き3番線から20時7分です。まもなく終点松本です。大糸線、篠ノ井線、松本電鉄線はこの控えです。お忘れ物のないようお支度ください。本日も JR 東日本をご利用くださいましてありがとうございました。 Ladies and gentlemen, we will soon arrive at the Matsumoto Terminal. Passengers changing to the 大糸 lineThe Shinonoi line and the Matsumoto Dentetsu line, please transfer at this terminal. Please be sure to take all your belongings with you. Thank you for traveling with us, and we look forward to serving you again.
列車はあと3分ほどで終点松本に到着いたします。どなた様も車内に忘れ物はなさいませんようご利用支度をしましてお待ちください。3番線の到着、お出口は右側です。乗り換えのご案内いたします。尻公園までの各駅と篠原井川中島に停車いたします。快速列車の長野駅は3番線から20時5分です。快速列車長野駅はこの列車が終点松本に到着しました後そのまま快速列車長野駅として運転をいたします。このため車内で出ましたゴミはお持ち帰りいただきますが、駅または駅にございますゴミ箱に押していただき花火課にご協力をお願いいたします。快速列車長野駅3番線20時5分です。はい、ということでね、上諏訪から松本まではね、自由席の、特急券で乗りましたけどもね、松本から長野まではですね、グリーン車に、ね、18切符でも乗れるっていうことなのでね、今回この自由席普通列車用グリーン券でね、乗ろうと思います。松本から長野まで980円ですね。JR 松本駅をご利用くださいませ。まあ、いや、とりあえず今、ここにいるから、明日以降また連絡する。それだけで用事で、Thank you.
ペースがありますね。なのでちょっとね、座席にね座ってて疲れたなーって、ね、気分転換したい時にはね、ここに来て車窓を眺めるのもいいかもしれませんね。さあ列車は川中島駅にね、着きましたけれどもね、ここを過ぎると、次は終点の長野駅に止まります。さあグリーン車はすぐ近くにね、トイレとか洗面所があるので、ね、やっぱりこれはグリーン車にちゃんと特別料金払った人のね、特権だと思います。ご乗車ありがとうございました。まもなく終点長野、終点長野です。6番線の到着、お出口は右側です。乗り換えのご案内をいたします。北陸新幹線の上り大宮東京方面、また632号東京行きは21時15分です。その後博多578号東京行きは21時46分です。北陸新幹線下り富山金沢方面、博多577号金沢行きは21時54分、その後電車指定輝き519号金沢行きは21時28分です。新幹線の発車番線、停車駅につきましては駅の電光掲示板でお確かめください。変わりまして飯田線、豊洲前田方面、普通列車の飯山行きは4番線から21時40分、東野の線、呉黒瀬方面、普通列車の妙高高原行きは2番線から長野電鉄線をご利用のお客様は改札口を選びまして降りて電光寺駅駅前広場に向かいます。近寄り前へとお進みください。なんかいいことあったよ。電車番号伝えてた。はい、ということでね、終点長野駅に着きましたけどもね、あずさ25号からね、松本からのね、快速列車の変更もね、返してね乗り通してきたわけなんですけれどもね、あずさ25号ね、上諏訪からしかね乗ることができませんでしたけれども、この列車実は東京駅がね始発ですよね。数少ない東京駅始発の列車なので、東京から長野までね、ずっと同じ列車で乗っていけるね、列車でございますのでね、で E257 系のね、あずさ号もね、当然今度のダイヤ改正でなくなりますし、この今乗ってきたね松本から長野のね、快速列車もダイヤ改正で消えてしまうということなので、で改正後は確かに多分211系の多分快速電車になると思うのでね、一応快速列車として運行はね継続されるんですけれども、車両が変わってしまうっていうことなので、ちょっとね劣ってしまう感じはしますけれどもね、それでも利便性を損なわずにね、ちゃんと快速列車として存続するっていうことがね、JR から発表されましたのでね、それはそれでいいのかなと思いますけどもね。はい、ということで E257 系のね、あずさ25号と、松本長野間の快速列車にね乗り通してきたということで、ご視聴ありがとうございました。